こんにちは、ABS プロスタッフの徳江和恵です。今回は ABS 最新作ナノですピュアライン2のレポートをお送りいたします。私は最近初代ピュアラインをウッドベースのコンディションで使用する機会がありました。リアクティブベースのカバーストックはどんなに光らせてもオイルの薄いもしくは削れてオイルがない状態では過敏な反応を引き起こし急激にラインの乱れを生じさせます。しかしウレタン素材のピュアラインはリアクティブ素材が過敏に反応してしまう部分を柔らかな反応で超えることができ、結果的にポケットヒットまでのラインや角度の自由度も増えました。ウレタン素材を使用するうまみはコンディションが遅くなってからという表現で間違ってはいませんが、過激にボールを反応を起こさせないということでしょう。リアクティブベースのボールはオイルに強く、オイルゾーンを抜けてからの反応が鋭いため、急激に向きを変えることでポケットへの入射角を取りやすくする利点もあれば、その反応が逆に邪魔をしポケットへのラインを早期に逸脱する宿命も背負わなければなりません。今回のピュアライン2は前回ピュアラインよりもキャッチ力を強め、オイルがある早い段階から使えるように、曲がりからピンアクションに至るまで総合的にパフォーマンスを向上させています。このスペックで仕上げることでミディアムコンディションにおける急激なラインへの変化への負担を軽減させ、従来のリアクティブより数倍耐久性を持つウレタン素材がボーラーの経済をも軽減させるでしょう。皆様に特に感じていただきたいのは、ウレタン素材であってもミッドエリアから大きく弧を描こうとするモーションポテンシャルと、リアクティブと肩を並べるぐらいの柔らかいピンアクションです。国産ならではの細部にまで手をかけられた製品ですので、現代になぜウレタン素材なのかを納得させられるだけの自信作でもあります。 ABS が誇る衝撃吸収システムがウレタン素材とは思わせないほど柔らかいピンアクションを実現させています。過激なリアクションよりもマイルドな軌道を好む通な性能に仕上がっています。ぜひこのナノですピュアライン2お試しください。